その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中にとらわれていた屈辱を。惨劇によって支払われました。奪われた土地を取り戻すため、この栄えある作戦を遂行するために心臓を捧げよう。心臓を捧げよう。巨人は不死身じゃない。後頭部より下、胸地にかけて大きく損傷すれば再生することなく絶命する。巨人殺しの英雄敷島隊長、最も有効なのは立体起動装置。嘘だよね。世界は残酷。無理だ。勝ち目なんかねえんだよ。本当の敵はな、巨人じゃない。この世界の真実を知りたいんだ。行くぞ。人類最後の希望です。こんなの初めて。死ぬな。一緒だったよ、ずっと。味方。